はようございます、コウです。また語るシリーズをしてみたいと思います。今回はこちらモンブランのボルネルグランですね。非常に気持ちがいいですよね。この佇まい、この品はどのペンにも勝てない唯一の一品かなと思います。こちらですね、しっくりと語ってみたいと思います。ではどうでしょうか。この佇まい非常に美しいですよね。綺麗な輝きがまた何とも言えません。この樹脂のブラックレジンというのはですね、非常に綺麗な光沢とですね、そして何とも言えないこのグリップ感があるんですね。普通のまあ樹脂とは違う、ものということなんですけども、それがまあ感じられる軸なんですよね。そこがまあ一番しっくりするところかなと思いますね。まあこのペンの思い出はですね、本当に、こちらもですね、アラベスクと同じように、まあ、使っている方、憧れの方が使っていましたので、まあ、いつかは、このルグランを使用したいなという思いからですね、若い頃思い切って購入しました。その時は本当にテンションが上がって、この書いた瞬間の何とも言えない インクフローとヌメッド感がですね、その時から他のペンとは違うなというのを味わいました。そしてこのサイズ感ですね、私はまあこのぐらいを持つんですけども、そしてこうスケッチしたり、指示書を書いたりするんですけど、コンセプトを書くときも非常にこのペンはゆったりとした時間を与えてくれますね。この軸の太さは本当に私の手に馴染んでいますね。でふとこう考え事するときもですね、いろんなペンを持ちながら考えたり、またこうしてめでるということをしています。そうすると一度考え事をですね、まあ糊から外してペンに集中する、そしてリフレッシュしてまた文章なりスケッチなりする、こういうまあ役目でもあります。このペンはですね、一番いいのは、私はこういう黒いスーツに白いシャツというのが、仕事のスタイルにしているんですけども、制服という考え方ですね。制服の一部にこのモンブランのボルネを刺してですね、何かアイキャッチあるのも非常に、気持ちがいいですね。そしてホワイトスターがちらっと見えるというのが、私のまあビジネススタイルの芯っていうんでしょうかね、軸っていうんでしょうか、自分を安心させる、まあ、自信を持たせるっていう形になっているかと思います。そして時折ペンを出してさりげなく芯を出してスケッチを描いてみたり、また指示をしたりっていうのも、このペンはですね、非常に充実した時間をお客様に届けるかなと思います。少し書いてみましょうか。静かな芯の送り出しがまた心地いいですね。そしてこの持った時のゆったり感も
いいですね。非常に気持ちよいですね。そしてこの濃い黒からですね、ずっとかすれ線まで表現できて、これに薄いラインが鉛筆のように引けるっていうのも私は大好きです。ですね、まあ、シナリオとかスケッチとか、またお客様に説明するときのシーンにもですね、非常にそぐった一本かなと思いますね。そしてこう見ていても本当に美しいですよね。眺めながらコーヒーを飲むだけでも心地よい時間をいただきますね。どうですか？綺麗ですよね。こういった一本あるだけで歩き方や行動が変わるような気がします。本当にこの一本ですね、購入してよかったなというような大切な大切な一本ですね。きっとずっとずっと傷がいっても使い続ける一本ですね。はい、いかがでしょうか。本当にこのルクランですね、なんていうんでしょうね、この太軸、そしてこの長さ、そして重量バランス、私の手にぴったりと合っていて、そして一番はこのヌメッド感ですね。このスケッチするときに濃い黒からグレー、そしてかすれたラインまで、対応できるところが私が一番お気に入りの部分ですね。皆さんもですね、まあ、好き嫌いが、ペンのこの感触があるかと思うんですけども、自分の合ったものを、まあ、探すというのもいいかもしれません。私はこの、ペンはですね、じっくりとですね、こう
そばに置きたい一つでもありますし、常にあのレザーペンケースに忍ばせています。そしてパッと見た時に、キラッと黒とゴールドの、色合いですね。非常に気持ちいいですね。そして夏場はですね、まあジャケットがない時はこちらにですね、このようにつけています。こうして、まあ、ファッションの一部としても、つけています。これはちょっと怖いところは落としてしまったりするのが怖いんですけども、まあ、ファッションの一部として、こういった感じでアイキャッチにもなるかなと思います。皆さんも素敵な一本を探しぜひしてみてどうでしょうか。もしこの動画が良かったなという人はチャンネル登録もします。ではまた次の